吉川愛さは、京都府京都市左京区出身の元プロ野球選手。宇都右藤右内。プロでは、育成選手であった。中学時代は、京都ライオンズに所属。落北高時代は、1年と2年時の夏はいずれも、京都府予選で、初戦敗退。3年時の夏は、京都府予選に4回戦で、西条陽光に0の7で敗れた。甲子園出場経験はなし。 2011年9月に読売ジャイアンツの入団テストへ参加。参加者から唯一の合格を勝ち取ると、同年のプロ野球育成ドラフト会議で巨人から4巡目で指名されたことから年俸240万円、支度金100万円という条件で育成選手として入団した。背番号は006。2012年にはイースタンリーグ公式戦への出場機会がなかった。 2013年に同リーグ公式戦へ初出場。初安打、初打点も記録したが、シーズン通算では6試合の出場にとどまった。2014年にはイースタンリーグ公式戦14試合へ出場。打率143ながら通算15打席で2打点を記録した。2015年にはイースタンリーグ公式戦13試合へ出場。 公式戦初本塁打を記録したが、通算19打席で打率、200にとどまった。2016年には、4年ぶりに、イースタンリーグ公式戦への出場機会がなかった。入団以来支配下選手契約への移行に至らない、まま、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。10月31日付で、NPB から自由契約選手として公示。 NPB 他球団での現役続行と希望していることから2016年11月12日には阪神甲子園球場で開催の12球団合同トライアウトに保守として参加した2017年からジャイアンツアカデミーのコーチに就任した2020年限りで退任した高校通算39本塁打の長打力が魅力の右のスラッガー地型が強く 早急に素早さがある。出身の洛北高校は伝統ある進む学校であり、吉川自身も進学クラスに所属している。入団テストの志望動機の文章を見た球団関係者に頭がいいのは一芸なんですよと評価されるなど、進学クラスに所属する頭脳も獲得の一因となった。保守登録ではあるが、一類など、 複数のポジションの守備につくことができる。一軍公式戦出場なし。ありがとうございます。